おい、スニダン。おい、スニダン。どうしちゃったんだよ。ソフトバンクグループから何十億ってお金をもらって、最近ではポケモンカードやおもちゃ、しまいにはブランド品、いろんなものにまでどん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 手を出してるじゃないか。YouTube でも。お金の力を使いまくって登録者増やして俺がやりたかったようなバラエティ企画めっちゃやってるやん。それなのにどうしたんだよ。本日のクックの動画でキャリーミーやフェイクバスターズを爆撃するのかと思ったら、なんでスニダンが一番爆撃食らってんだよ。どういうことだよスニダン。フェイクバスターズとのダブル鑑定もいつの間にかに終わってるし、百ポイズって終わるのはいいとして、あのダンクを、あのスティルシーチェリーダンクを通すのはさすがにやばいんじゃないか。どうしたんだよ、スニダン。事業を広げすぎて、本来のスニーカーダンク、スニーカー鑑定が全くできてないじゃん。どうしたんだよ、スニダン。はい、というわけですね。本来だったら、まあ、スニダン前で、こんなこと言ってたんですけど、もうあまりにも恥ずかしすぎて、もう車に逃げてきました。まあ、サムネはね、ちゃんと撮っているので、まあ、スニダンの前で、まあ、頑張って、ブツブツ一人で喋りながら撮ったんだなっていうのを、察してください。はい、というわけでですね、今回のトピックなんですけども、本日のクック君っていうスニーカー YouTuber の子がいるんですけども、彼がですね、以前、キャリーミーと、まあ、フェイクバスターズの鑑定動画を出して、まあ、どっちも偽物だったんですけど、本物っていう鑑定が出ちゃいましたよ、みたいな動画出して、まあ、キャリーミーかフェイクバスターズどっちかわからないんですけども、圧力によって、動画を非公開にしろというわけで、まあ、前回は、カズムくんかな、彼が、まあ、主体になってちょっと上がってたんで、やっぱりカズムくんって、守るものもいっぱいあったので、非公開にしなきゃいけないっていう大人の事情があったのかなと思うんですけども、今回は、クック君一人で、まあ、完全に爆撃しましたね。はい。彼の勇姿にはね、本当に感動ですね。はい。というわけで、まあ、今回、そのクックが、まあ、鑑定出して、まさかのスニダンが通したという、4545円、しこしこ円、もうくだらなすぎる、くだらなすぎるんだけど、まあ、彼っぽいな、みたいな感じで、見てたんですけども、4545円のスチューシーダンク、もう値段でもう本物じゃない感めっちゃ出るじゃないですか。それなのにも、関わらず、まあ、値段だけじゃないんですけど、まあ、値段で見ちゃいけないんだけど、業者はね。もう、今野さんとかも、あれ見ただけで、おも偽物やん、みたいな。もう一発でわかるぐらいのクオリティだったらしいんですよ。まあ、現にもね、彼の、クック君の動画の方でも、本物と偽物、こんだけ違うよねっていう、比較の方も上げているんですけども、まあ、あれ見ると、あ、もう全然違うな、みたいな。僕たち、スニーカー YouTuber とかって、スニーカー多く触れてる機会とかありますけども、言うてなんですよ。フェイクバスターズとかスニダンとかが触れているスニーカーの数に比べれば言うてなんですよ。それなのにもかかわらず、あれを通してしまったっていうのは、ちょっとやべえなと思いました。まあ、これで、まあ、何が起きるかと言いますと、まあ、中古ではスニダン絶対買えないなって思っちゃいますよね。だって、それこそね、まあ、チェリーダンクとか中古で結構履かれてるっていうのもありますけども、オフホワイトとか、それこそトラビスとかって結構偽物多いんですよ。スティルシーダンクの何倍も多分多いんじゃないかな、偽物が。てなわけで、中古でスニーカー買えないよね。特にトラビスとかの人気な高いものとかは。って僕本当に個人的には思います。まあだから、まあ今後スニーダンがどういう動きをするのかっていうのをちょっと個人的にもめちゃめちゃ気になるかな。まあ、特に今、スニダンがやってることといえば、昨日の夜中ってこの話題でつきっきりだったんですけども、コメントがどんどん消されていく。なんか、クックのね、クック関連のこととかも全部消されてって、うわぁ、そういうことやっちゃうんだ、この会社みたいな。ちょっとね、引きましたね。うん。まあ、なかなかね、クックもクックで、体張ったなっていう企画ですよね。まあ、多分、クックもクックでやばいんじゃないかなって思います。まあなんか多分何らかの圧力が多分下ると思うんですよね。
ただね、今回のそのスニダンが、その偽物を通したことによって、どんな弊害が起きるかと言いますと、まあ、スニダンで買った人って、まあ、いっぱいいると思うんですけども、スニダンで買ったの？じゃあそれ偽物かもしんないねっていうレッテルが貼られるんですよ。これめちゃめちゃ嫌っすよね。でも本物だよみたいな。まあ、確かに本物なんですよ。ほとんどが本物なんですけど、スニダンで買うことによって、こういったことが露呈されることによって、あ、スニダンで買ったんだ。あ、でも偽物かもしんないよね。みたいなレッテルが貼られるので、もうめちゃめちゃ最悪なんですよ。いや、これはやったわ。スニダン。だから前々から、そういったなんか、偽物じゃないのに、偽物とか言われたりとかって、結構そういう声ってあったらしいんですよ。僕もなんかツイッターに上げて、あ、ケンさん、こういうものを出して、鑑定弾かれましたみたいな声結構聞くんですけど、まあそれ露呈したよね。こういったインフルエンサーというか、配信者がやったことによって。これはどうにかして真摯に対応しないとダメだと思うんですよね。まあダメではないけど、まあイメージはあんま良くないかなっていう。まあ最近のスニダンはちょっと変わりましたからね。もうもはやスニーカーっていう名を使っていいのかって僕は思っちゃうぐらい、だって今ポケモンカード、だって最近の動画はポケモンカードですよ。もうポケモンカードのポの字もしてなかった人たちがいきなりポケモンカードの開封動画とか撮ってるし、まあホビーの買い取りとかも別にいいんですよ。そういう事業を拡大するのは。ただ、スニーカーダンクなんだからスニーカーにもっと力を入れなさいよって僕は思っちゃうんですよね。まあ正直ね、社長さんとかの意向では何一つとして多分できないと思うんですよ。もう、バックがソフトバンクグループなので、ソフトバンクのね、ベンチャーキャピタルとかが、まあ、こうしろ、ああしろって言ったら、何も言えなくなってしまうし、まあ、利益を追求するんだったら、まあ、いろいろ、そういったホビーとか、まあ、言うたら、中国の毒？ポイズン？みたいな、いろいろ、まあ、ストックエックスもそうなんですけど、展開していかないと、将来ないよねっていうので、わかるんだけど、スニーカーユーザーを最初に取り入れたんだから、そっちにちゃんとしっかりしか、そっちにしっかりと、そっちにしっかり力入れないと、まあ、こういったことが起きるよねっていうのはね、思いますね。まあだからね、物株を買収したことによって、まあ今、キャリーミーぐらいじゃないですか？そういった業者っていうかね、日本版ストック X みたいなのあるのって。ただ、キャリーミーもね、キャリーミーで、鑑定的には正直、ポコチンだと思っているので、安心はできないんですよね。まあただね、日本最大手の、で、なおかつお金をめちゃめちゃ使っているスニダンさんが、まさかここでね、しかも、シコシコダンクを鑑定に通しちゃったっていうね。まあ、スニダンに関しては、まあ、今後ね、まあ、どういった動きをするのかっていうのは、まあ、個人的には楽しみなんですけども、まあ、今んところ火消しぐらいしかやってないので、どう動くかな。実はね、僕もね、1年前ぐらいに、スニダンさんに、物株と同様、鑑定してるとことかを取材させてくださいっていうお願いを何度もしてるんですよ。ただ、まあ、移転やら何やらみたいな理由があって、まあ、なかなか実現できなかったんですけども、いや、やっぱね、見たいよね。まあ、物株に関しては、そういったところも快く引き受けてくれたので、やっぱり信用度的には、そういった、多分他の人よりも物株、スニダンとかって関わってること多い分、やっぱ物株の方が安心できたかなって個人的には思うんすよね。だからね、僕これね、モノカブのね、T シャツ着てるんすよ。もうこれめっちゃレアっすよ。だってどこにも売ってないしね。これね、魂をね、ちゃんと僕、引き継いで、今撮ってます。で、あとね、一つ心配なのが、クック君。これね、マジで刺されると思うんすよ。クック君もね、やっぱり、本当に捨て身タックル、もう爆弾を持って走っていく特攻隊長みたいな感じで今回やったんですけども、多分何かしら圧力あんじゃねえかなって思います。まあ、僕がこうやって撮ってんのも、そうならないための一つの、先制パンチだと思ってください。スニダンに対して、まあ、クックをね、こんなとこで圧力与えて動画消す、非公開にするっつっても、もう意味ないよっていうのをね、思います。まあおそらく、
まあ営業妨害じゃないですけども、多分今回の一件でめちゃめちゃクレーム来ると思う。もう死ぬほどクレーム来るし、それこそ今までね、買ったものとかもこれ偽物かもしんないじゃんみたいな、信用できねえよ、返品しろよみたいなことも言ってくると思いますし、まあ株価とかにもね、やっぱり売り上げとかにも影響することだとは思います。ただそれを隠蔽するっていうのは、まあ、やっぱり違うと思いますし、まあ、そんなことはしないとは思うんですけども、まあ、万が一ね、クックのところになんかそういった大人のパワーを一個人に振り落とすようなことっていうのは、まあ、しないでほしいかなって思います。まあ、鑑定できなかったことは事実なんでね、ちょっと心配だなって思いますね。で、結構いろんな声で、どこが安心なのっていうのがね、結構皆さんあると思うんですけど、俺ぶっちゃけた話、ストック X も全然安心ではないです。まあ、ストック X もそうだし、ゴートも別にそんなに、ねえ、信頼できるかっていうと微妙ですよね。まあ、みんなね、ストック X すごい信頼度高い人っていると思うんですけど、僕の中ではストック X が最もやべえんじゃねえかなと思ってます。まあ、前にもね、 YouTuber さんがね、アメリカの海外の YouTuber さんなんですけども、まあ、トラビスをね、何十足か送ってみたら偽物ですよ、偽物のトラビスを何十足か送ったら、まあ、全部通ったよみたいな、もうバカな話じゃないですか、そんなのね。えそういったことが実際になっているんですけども、やっぱストック X って人気ですよね。うん。で、ストック X は日本からでも売れるし、もうヨーロッパ、アメリカ全土、いろんな国から全部送れちゃうんですよ。だからもう簡単に言うと、世界から集めることができるってことは、一番標的になっているのってストック X なんですよね。まあ、今現時点スニダンって日本だけの買い取りかな、多分日本だけの買い取りだと思うんですよ。だからまあ、そこまでストック X に比べて偽物が回ってくる量っていうのは圧倒的に低いんで、まあ、買うんだったら、まあ、スニダンの方がまだ安心できるよねっていうのがね、まあ、本音かな。うん。まあ、ただね、まあ、こういった事件が起きちゃうとね、スニダンで買ったんだからそれ偽物じゃないっていう人めちゃめちゃいると思う。やっぱりスニダンで買った人、そうなってくるとね、肩身狭くなっちゃいますよね。うん。それが非常に僕は残念だなと思います。まあ、こういったね、まあ、人為的なミスというか、やっちゃったものはやっちゃったでしょうがないんで、まあ、今後ね、しっかりと改善できるようなね、鑑定体制だったりね、うん、鑑定のところにお金をかけたりとか、今後してくれることを、まあ、一個人ユーザーとしては、すごく願ってます。おい、スニダン、そこで提案なんですけど、スニダン、僕とクックを、スニーカー鑑定の現場を取材させてくれないか。多分めっちゃ嫌だと思う。みんなが想像してるようなすごい AI を使った鑑定とかって絶対してないと思う。だけど泥臭くてもいいから、そのしっかりと鑑定したとこを僕たちに見せてほしいし、スニダンユーザーにそれを届けたい。スニダン、俺たちは連絡待ってる、ずーっと待ってる。だから今回起きたことは水に流さず反省し、人々に透明性を伝えていこう。それが今スニダンができる最大のリベンジだと俺は思う。スニダン、俺は待ってます。連絡をずーっと待ってます。僕たちスニーカー YouTuber を干さないで仲良くやっていこう。スニダン、まだ間に合うんで連絡待ってます。もし連絡がなかったら、忘れた頃にハクリュウさんとクックでスーパーコピー送ってみたって企画やります。これは脅しではないです、挑戦です。それでは連絡待ってます。